遅かれ早かれ、まあ、いつかはまた同じような事故が起きるかなっては思ってたんですけど、やっぱり起きたかなってはなりました。やりきれない思いを口にするのは、4年前、佐賀県唐津市の虹の松原の倒木事故で、当時11歳の長男を亡くした内山明日香さんです。先週火曜日の未明、虹の松原で50代の男性が運転する車が倒れていた松に接触する事故が起きました。男性に怪我はありませんでしたが、車のバンパーやボンネットなどを損傷しました。もうその松原の中に安全はないのかなっていうのが正直な気持ちで。なぜ同じような事故は繰り返されたのでしょうか。唐津湾沿いに虹形に連なる松原。およそ400年の歴史を持つ国の特別名勝、虹の松原です。全長 4.5 キロ、幅500メートルにおよそ100万本の松が群生しています。2019年7月、この景勝地で痛ましい死亡事故が起きました。県道を走行していた内山明日香さんの車と折れた松の木が衝突。助手席に乗っていた小学5年の長男天光くんが木の直撃を受け亡くなったのです。4年前に死亡事故が起きた現場です。今もこのようにお花など多くのお供え物が手向けられています。今も手を合わせる人が絶えない事故現場。背後には倒木注意と書かれた看板が立てられています。事故を受け、県道沿いの松を管理する佐賀県唐津土木事務所は樹木医に松の調査を依頼。道路沿いだけで倒木の危険性が最も高い E 評価の松が228本あることが分かりました。傷口からその、腐朽菌というんですけども、菌が入り込んでその腐朽病害を起こして、空洞化になるっていうのが大体のところなんですが、空洞になってるとどうしても見切りをしやすいんですね。確率的にものすごく高くなるんで、危険な樹木に関しては、やっぱり安全を考えて撤去するべきじゃないかなと思いますね。県はこれまでに E 評価の松のうち空洞化が確認されたものなど60本余りを伐採しました。しかし、道路に大きくせり出しているものなど倒れる危険性がある松がまだ166本残されたままで、目視の点検などにとどめられています。なぜすぐにすべて伐採しないのか。そこには文化財ならではの複雑な事情がありました。国指定の特別名勝、虹の松原は県が県道沿いの松の管理を担当し、市が文化財として松原の保護をしています。松を伐採する際は県が市に申請し、市が文化財保護法上問題ないと判断すればようやく切ることができるのです。さらに先週接触事故を引き起こした松は幹が空洞化していましたが、調査の対象区域外にあったため危険性を認識されていませんでした。びっくりしましたね。診断の範囲外やったものですから、今実際道路の沿線部分ぐらいしかやってないんですね。もう少し診断も範囲を広げてですね、道路から10メーター15メーターぐらいの診断しなければ、やはり危険抽出はできないかなという感じですね。今回の事故では怪我人はいませんでしたが、少しタイミングが違っていたらまた命が失われていたかもしれません。最愛の息子の命を一本の松に奪われた飛鳥さんは、
あの日のことを忘れることはないと言います。やっぱりずっと時間が止まったままみたいな感じだし、節目節目とか誕生日とかがあれば、やっぱそのね、どんな感じで成長してるかなとかいうのはずっと考えたりとか。飛鳥さんは去年、県道や松原の管理責任をめぐり、県や市などに損害賠償の支払いを求める訴えを起こし、松の伐採などを求める署名活動も続けています。なんていうのか、その息子の死を無駄にはしたくないし、今多分自分ができることは限られてるとは思うんですけど、できることはやっぱしていきたいし。願いはただ一つ、もう二度と同じ事故が繰り返されないことです。やっぱり人が一人亡くなるっていうのは、まあ年齢とかその身内とか身内じゃないとかも関係なく、やっぱり悔しいし悲しいことなので、だからやっぱそうね、危険っていうことをやっぱ伝えていって、そういう思いをする人が一人でも減っていけばいいかなって思います。